どうも元気です。私は先日ファイヤーを達成して現在は海外移住に向けて準備中の一般男性でございます。ちなみに来年バンコクに移住予定です。皆さんNISAしてますか？フル活用してます。私は一般NISAを、なぜNISAの話をしだしたかというとですね、ツイッターをはじめ SNS でめちゃくちゃ盛り上がっていたからです。こちらの記事ご覧ください。資産所得倍増プランを決定と、政府NISA拡充盛るということで、ついに岸田首相が掲げていた資産所得倍増プランが決定したんですね。ただこのニュースが出てから数日経ってしまったので、その間にいろんな YouTuber がもう動画出してしまったんですよ。ちょっと人並み遅れてしまった感はあるんですけども、私NISA拡充案を見てちょっと不安になってしまったこともあったので、今回はそれについても解説したいなと思います。また後半のファイヤープチ移住 Vlog、 ベトナムプチ移住 Vlog も非常に面白いものになってますんで、ぜひね最後までご覧いただけると嬉しいです。後半の Vlog はファイヤー後の生活とか海外移住に興味ある方は面白いと思うんで見てください。さて本題に入る前にですね、やらない理由が見つからないという超お得なキャンペーンについて紹介したいと思いますんで、ぜひね参加していってください。激アツです。今回は超お得なキャンペーンを紹介したいと思います。それはビットフライヤーの2500円分ビットコインプレゼントキャンペーンです。なんとですね、概要欄と固定コメントのリンクから口座開設するだけでもらえるんですよ。2500円分のビットコインが。ただですね、概要欄と固定コメントのリンク以外から口座開設してもビットコインはもらえないので、ここはね注意してください。ビットコインは2030年までに1ビットコインが100万ドルまでいくと言われてます。最近の記事で100万ドルっていうと日本円で1億円以上ですよ。実現するかは置いておいて、宝くじを買うよりかは確率は高いと思ってます。しかもビットコイン価格っていうのはこの1年で 60% 以上も下落してるんですよ。こういう安い時こそチャンスなんですよね。それだけ多く買うことができますし、これ以上下落したとしても自分が被るダメージっていうのは少なくなるからです。そして口座開設の方法は証券会社の口座開設よりもめちゃくちゃ簡単ですぐ終わります。このキャンペーンをやらない理由が正直見つからないんですよね。そしてもらったビットコインの使い方はあなた次第です。長期保有するもよし、お任せします。最後にもう一度言います。概要欄と固定コメントのリンクから口座開設するだけで2500円分のビットコインがもらえます。ただそれ以外のリンクから口座開設してももらえないので注意してください。それでは本編どうぞ。ということで、資産所得倍増プランが決定したっていう話なんですけども、話を遡ると2022年8月23日に私たち個人投資家にとって非常に嬉しいニュースが舞い込んできたところから始まるんですよ。そのニュースの中で金融庁は2023年度の税制改正に向けてNISAを恒久化するように要望していると明かされたんですよね。ということでその当時もかなり盛り上がりました。そして今回首相官邸ホームページを見ると11月28日に新しい資本主義実現会議っていうのが行われてるっていうことで、その中を見てみると資産所得倍増プランが決定ということが書かれていたんですよね。その中でしっかりとNISAの拡充恒久化について言及されていたんですよ。通称岸田NISAなんて呼ばれてるらしいんですけども、私個人的にはしっくりきていません。やっぱ岸田さんっていうとね、増税とか課税のイメージがあるんで、やっぱNISAっていうのはその真逆に位置するものなんでね、あんまり相性が良くないのかなとか思っちゃったりもします。ただ注意点としてはまだ確定ではないってことなんですよ。確定じゃないんかいと、もういろんな人が盛り上がってたんで、てっきりもうやること決まったのかと僕も思いました最初。あくまで12月に行われる税制大綱に盛り込むための準備をしている段階なんですよね。ここで盛り込まれればほぼ確定という話を聞きました。税制改正の流れ、ツイッターでいい図を見つけたんでね、ぜひねご覧ください。ということで本当の意味で確定となるのかまだまだわからないんですけども、今さら撤回ってことはないだろうと言われてます。資産所得倍増プランっていうのは実は7本の柱からできてるんですね。
で今回のNISAの拡充案についてはその中の一つという位置づけです。そしてNISAの拡充については5つの項目が挙げられてました。1つ目、NISA制度の恒久化、そしてNISAの非課税保有期間の無期限化、3つ目、一般NISA、積み立てNISAの投資上限額の引き上げ、この3つが非常に重要なポイントです。そして4つ目、2024年から施行される新NISAの取り扱い、5つ目、NISA手続きの簡素化。パッと見輝かしい拡充案に見えるかもしれないんですけども、私としては少々不安だなって思うポイントがいくつかありました。ということで今回は決定したNISA拡充案、そして不安に思っているポイントについて解説できたらいいなと思いますので、後半の Vlog も合わせて最後までご覧ください。まずNISA制度の恒久化ですね。現在NISAは一般NISA、一人当たり120万ですね、年間。そして5年間の非課税期間と。そして積み立てNISA、一人当たり年間40万円、20年間の非課税が成年向けの制度として存在しています。ただ一般NISAは2024年に新NISAへと変更されて、投資可能期間は2028年までとされてるんですよね。また積み立てNISAの投資可能期間は2042年とされてるんですよ。期限があるわけですね。例えば積み立てNISAで言うとですね、投資可能期間20年されてるんですけども、開始時期によっては20年間投資できるわけではないということになってしまうんですよ。現行の制度ですと仮に2025年から積み立てNISAを開始した場合、18年間しか投資することができず、2年間分の非課税枠80万円を無駄にしてしまうっていうことになってしまいます。つまり投資開始時期が遅くなるほど運用期間が短くなるっていうことになって、これから運用開始をね始めようと考えている人ほど不利な制度になるんですよ。いけてないですよね。こんな感じで投資可能期間が定められている限り、やっぱり終わりを意識してしまうんですよ。ということで長期的な投資行いにくいんですよ。そうですよね、もうすぐ終わってしまうって分かってるのに、これからゼロから勉強して始めようっていうモチベーション上がらないですよね。特に積み立てNISAに関しては対象商品決められてますよね、投資信託。その投資信託の特徴として長期積み立て分散、これに適した商品限定されてるんですよ。投資初心者にとっては非常にね取っかかりやすい制度であるにもかかわらず、この期限があることによって初心者を遠ざけてしまうというね、かなりイケてない制度なんです。何度も言いますまた資産運用っていうのは複利の効果、これが大事になってきますね。時間をかけてゆっくりと資産を増やしていくものなんです。投資可能期間を設けて運用期間を限定しまうということは、また言います、本当にナンセンスなんですということで今回一般NISA、積み立てNISAの両方の次元装置取っ払う、そして恒久化するってことが決定したんです。書いてありますね、一般NISAと積み立てNISAのいずれも重要な意義を有するものであり、そこでNISA制度を恒久化することによって中間層を中心とする層が将来にわたって安定的な資産形成を行う環境を整備すると。これによって今から30年後、そして40年後でもNISAを毎年利用することができるようになると。そして投資開始が遅れてしまった人、すでに投資を始めている人にとっても大きな恩恵があるということになります。仮に私が2024年に35歳になる年に積み立てNISAを始めた場合、現行の制度ですと2042年の53歳になるまで積み立てNISAを利用することができるんですね。そして53歳で投資した分っていうのは20年後、2061年の72歳の時に非課税で受け取ることができるんですよ。でも72歳の僕っていうのはきっとまだピンピンしてるんですよ。旅行とか行きたい、孫も多分いるのかな、わからないですけど、まあ多分まだエネルギーは残ってるんですよ。うちの父親は75ですけど、まだね山登り行ったりとか毎日ジム行ったりとか元気にしてますよ。にもかかわらずこの年を最後に20年前からの非課税プレゼントが終わってしまうんですよね。これは寂しいんじゃないでしょうか。しかし投資可能期間が恒久化されればですね、53歳、54歳、55歳になっても
毎年積み立て NISA を利用することができるんですよ。ということは73歳、74歳、75歳とかになっても毎年非課税プレゼントが来るわけですよ。で、老後の生活も安心ってことになります。これが NISA 制度の高級化ですね。ここはいいんですよ、本当に。で、二つ目、NISA の非課税保有期間の無期限化。現状ですね、一般NISAの非課税期間は最長5年間ですね。積み立てNISAは20年間と決められてます。一般NISAでいうと年間120万円までの投資で得られた利益にかかる税金を最大5年間ゼロにすることができるっていう意味です。で、私一般NISA利用してるんですけども、かなり感じてます。たった5年間だとね、複利の効果期待できないんですよ。あんまり資産を大きく増やすことができません。マジです。せっかく長期的に値上がりを期待できる商品に投資していたとしても、その恩恵を受ける前に5年経って短期的に損益をね、確定したくなっちゃう、せざるを得なくなってしまうんですよ。書いてあります、資料にも。さらに20歳代や30歳代から積み立てNISAの投資を開始した場合、40歳代や50歳代という未だに資産形成の段階にある時期に20年間の非課税保有期間の期限が到来し、資産を活用する時期を迎える前に金融資産を取り崩すインセンティブが生じることとなると。そうなんですよ。本来ね、長期投資ってのはもう20年、30年、40年って保有しておくものなんですよ。そうすることによって最終的にはプラスで終わる可能性っていうのがどんどん高くなっていくんですけど、20年とか5年って決まっちゃってると、非課税期間が終わる時には含み損となってしまってるにもかかわらず切らなきゃいけない、そういう可能性出てくるんですよね。現在ですね、NISAで保有している銘柄の非課税期間の期限が到来してしまった場合どうなるかわかりますか？自動的に特定口座に移管されてしまうんですよ。ということはですね、それ以降に生じた含み益っていうのは通常通り課税されてしまうんですよ。ただ非課税期間が無期限化されれば、一度NISA口座で購入した商品をずーっと保有し続けることができるようになるんです。それはどういうことかというと、複利効果を高めることができるんですね。ということで、資料にも書かれているように以下のように決定しました。NISA の投資に関する適切な生涯の上限枠を設けることを前提として、NISA の口座において購入した金融商品について、金融商品から得た利益、配当金、譲渡益等が非課税となる期間について無期限とし、金融商品の長期保有へのインセンティブを抜本的に強化すると。ここですよ。ここで私的に不安になるポイント出てきました。それは適切な生涯の上限枠を設けるですね。8月に出した動画の中では、上限枠を考慮せずにシミュレーションしてしまいました。その結果ですね、例えば一般NISAの投資上限額が240万年間ね。これなんで240万かっていうと、後で説明しますけども、税制改正要望の時点だと一般NISAの投資可能上限金額は年間240万円に引き上げるって書いてあったからですね。だったとして、毎月20万円ね、年間で240万円を年利 5% の投資商品に積み立てし続けて40年間運用し続けた場合、最終資産額は約ね3億円にもなるんですよ。で、それを非課税で受け取ることができるっていうシミュレーションをしたんですよ。ということで、もう生涯投資上限額みたいなのがなければ、毎年毎年永遠に上限額ギリギリ一般NISAで投資し続ければ、さっき言ったみたいに余裕のある、もう3億円を非課税で受け取れるわけですから、余裕のある老後生活を送れるとこう思ってたんですけども、今のシミュレーションだと生涯で投資した金額が9600万円になってしまって、おそらくね、設定されるであろう適切な生涯の上限枠を超えてしまうと思うんですよ。ということで、実現は厳しそうですね。ということで、12月の税制改正大綱でこの生涯投資上限額がどうなるかっていうのが注目ポイントだと個人的には思ってます。私個人としては、この生涯投資上限額は少なくとも10年分ぐらい欲しいなと思いますね。要は2400万円、240万円かける10年は欲しいなと思いますね。毎月20万円、年間で240万円を年利 5% で10年運用し続けた場合っていうのは、最終資産金額が3000万円程度になるんで、
まあ先ほどと比べたら余裕はないんですけども、老後資金は確保できるようになります。3つ目、一般NISA、積み立て NISA の投資上限額の引き上げですね。NISA っていうのは、イギリスの ISA っていう制度をもとに設計されてるんですよ。正直言うと、NISA と ISA、比べると非課税枠の大きさに違いがあります。一般NISAは年間120万円、積み立てNISAは年間40万円、ISA は年間2万ポンドということで約320万円ですね。ご覧の通り、日本のNISAの非課税枠めちゃくちゃしょぼく見えます。ということで、金融庁はNISAの非課税枠を増やしてほしいと要望を出していたところ、今回、ついにそれが決定したっていうわけですね。まあ、資料を見るとですね、2021年中、60歳以上の世代で見ると、一般NISAの投資額が年間100万円超えてる世代が半分くらい占めていたと。ということで、かなり多くの人が年間投資枠の上限まで投資してたんですよ。そして、60歳以上の世代っていうのは、貯金額が世帯平均900万円を上回っていて、現在の一般NISAにおける生涯の投資上限額が600万円っていうのを優に超えてるんですよね。この余ったお金を投資に回すべくね、一般NISAの投資上限を拡大する必要があると書いてます。さらにですね、今まではお年寄りのことばかり書いてましたけども、一応ね、フリーランスっていう新しい働き方を選択する層も増えているっていうことで、こうした働き方を支援するために、まあ、一般NISAの拡充の必要性が高いとも書いてますね。積み立てNISAに関しても書いてます。現在年間40万円の上限ですよね。これだと不十分だということで、年間40万円だと、さらにね、毎月の投資上限額が 33,333円と、かなり中途半端で、すごい気持ち悪いという、やっぱ意見も多かったらしくて、この毎月の積み立て金額を割り切れる数字にするべくね、もっと上げる必要がある、みたいなことも書いてます。ということで、一般NISA、そして積み立てNISAのそれぞれの投資上限額の増加を図ることで、資産所得の倍増の目標の達成に向けて家計の投資環境を整備すると書かれてます。残念なことは、その投資上限額が明記されていなかったっていうことですね。8月の要望の段階では、このように書かれてました。一般NISAが240万円、そして積み立てNISAが年間60万円ですね。一般NISAに関してはもう2倍になります。まあ ISA には及ばないんですけども、現状を比べるとかなり引き上げられた形ですね。そして積み立てNISAに関しても月5万円ぴったり毎月積み立てることができてとてもスッキリします。現状ね、年間40万円の積み立てNISAで月 33,333 円を年利 5% で20年間積み立てた場合っていうのは最終利益570万円程度になるんですけど、改正後にもしも年間60万円で月5万円積み立てた場合っていうのは最終利益が850万円程度になります。つまり20年後の利益が改正前と改正後では280万円も多くなるんですよね。ということで、この投資上限額がいくらになるかっていうのも今後の注目ポイントとなります。この3つがね、大事なポイントでしたね。そして4つ目の2024年から施行される新NISAの取り扱いと。さっきも言ったように、一般NISAは2024年から新NISAに切り替わる想定だったんですけども、これがまた非常に難解で複雑な仕組みだったということで、非常に不評だったんですね。資料によると、投資家の 45% が複雑でよくわからんと思っているそうで、そんな制度を開始しても誰も使いたがらないということで、もっと簡素でわかりやすい制度に見直されることになりました。私も正直ね、新NISAについては、まあわかっているようでわかってない。そんな感じでしたね。あれ完璧に理解できる人いるんでしょうか。そして5つ目のNISA手続きの簡素化ですね。投資初心者も含めてNISAがもっと簡単に始められるように、NISAに関わる手続きの簡素化と合理化っていうのを進めることになったそうです。以上が今回決定したNISA拡充案なんですけども、ここまで聞いて疑問に思ったことはないでしょうか。私はあります。そうです。一般NISAと積み立てNISAの違いですよね。NISA制度の恒久化のところで、一般NISAと積み立てNISAのいずれも重要な意義を有するものでありと記載されているように、両制度ともに残る可能性があるということが分かりました。ただ、NISAの恒久化と非課税期間の無期限化を行った場合、この2つの制度の違いがよく分からなくなるんですよ。そもそも積み立てNISAのメリットを考えると、20年っていうね、一般NISAよりも長期にわたって非課税で運用できるっていうことなんですよ。ただ、NISA 制度恒久化、非課税期間が無期限化されれば、
一般NISAも積み立てNISAのように長期にわたって運用できるようになるんですよね。だから両者のこの境界線がこの曖昧になるんですよ。仮に2つとも残るんであれば、投資上限額が高くて投資対象も多い方を選びたくなりますよね。つまり一般NISAの方が圧倒的に有利になるんですよ。積み立てNISAを利用するメリットが薄れます。現在出ている情報のみから判断するとですね、高級化後の両制度の違いは投資対象のみですね。一般NISAは個別株、ETF、アメリカの株、日本の株、もう幅広い商品に投資できます。一方積み立てNISAは決められた投資信託のみですよね。これだけになってしまうんですよ。ということで今のところの情報だけで判断すると、積み立てNISAは一般NISAの劣化版みたくなってしまうんですよ。ツイッターでもこの2つの制度の違いね、聞いてみたんですよ。そうしたところ、私同様気になってる人が多かったようで、なんとね、30万インプレッションも記録してしまいました。リプ欄を見ると、最もね、多かった意見が、NISA 一本化説ですね。私もこの意見に賛成です。さっきも言ったように、今出てる情報だけだと、一般NISAが積み立てNISAの上位互換みたくなってしまうんで、どうせだったらこれら2つ一本化してしまう方がいいんじゃないかっていうことですよね。次に多かったのが、生涯投資上限額で区別するっていう説ですね。例えば一般NISAを2000万ね。で、積み立てNISAを3000万として、積み立てNISAの方が年間上限金額は低いんだけど、生涯投資上限額を高くすることで、一般NISAよりも長期にわたって活用することができるといった使い分けですよね。しかし、これだと一般NISAと積み立てNISAの違いが、投資対象と生涯投資上限額だけになるんですよ。これだと正直ね、2つ残す必要性が感じられないんですよね、私には。ということで、このあたりがどうなるかっていうのが、やっぱ12月中旬の税制改正大綱が楽しみですね。その他不安な点いくつかありますね。まずは、生涯投資上限額がいくらになるのかっていう話ですよね。正直ね、NISA 高級化後の魅力が、まあ、どの程度になるのかっていうのは、これに左右されるかなとも思います。生涯投資上限額が1億円とかになるはありえないですよね。なぜなら、上限額が高すぎるとやっぱ富裕層に恩恵偏ってしまうからです。通常の人は1億円もおそらく生涯で投資できないと思うんですけども、まあ、富裕層であれば余裕でできると。1億円も投資すれば利益もそれだけ多くなるんで、それが非課税で受け取れるっていうことはやっぱり富裕層に有利になってしまうからですよね。それは良くないということで、まあおそらくですけども平均的な収入の人でも、まあ、ギリ使い切れるかどうかの金額になるんじゃないかなと思います。ここで気になるのは、やっぱりすでにNISAを活用している人の生涯投資上限額はそのまま引き継がれてしまうのか、それともリセットされるかですよね。私はNISAが開始された2014年ぐらいからもうフル活用してるんで、そのデータが引き継がれてしまった場合、高級化後に私が受けられる非課税枠は少なくなりますよね。で、恩恵も少なくなってしまうと。で、ツイッターで、まあ、こういうツイートを見かけました。NISA 高級化に伴って、生涯の投資上限額が新設されるらしいんだけど、従来の NISA とは別枠で検討されてるらしいですよ。これまで NISA やってきた人は実質的に枠が増えるね。本当かどうかはわからないんですけども、まあ、これが事実だったら、まあ、私は何の心配もいらないと。で、もしも NISA 始めてない人がいたら、今すぐにでも始めた方が、多くの恩恵を得られるということになります。で、あとは、税制改正要望の一部の行方ですね。8月に発表した税制改正要望には以下の内容も書かれていたんですが、今回発表された資料には記載がありませんでした。一般と積み立てNISAの併用を可能にする。2つ目、未成年でも積み立てNISAを利用可能にする。3つ目、積み立てNISAでも投資信託以外を購入可能にするということですね。まず一般&積み立てNISAを併用可能にということで、まあ現在はね、一般NISA、積み立てNISAどちらかを選ばなきゃいけないっていうことなんですけど、それを非課税枠を増やした上で両方利用可能にしましょうという要望が出ていました。まあおそらくですけども、これを決める前にですね、先ほど言った一般NISA と積立NISA の使い分けね、違い、そこら辺を議論する必要があると僕は思ってます。それ次第ですよね。で、2つ目の未成年でも積立NISAを利用可能にということで、まあ今はですね、子供名義の口座を作って投資を行うジュニアNISAあるんですけども、これは2023年末で廃止されてしまうんで、積み立てNISAの対象年齢を現在の20歳以上から未成年者まで拡大することで受け皿にするっていう要望出ていたんですけども、今回記載がありませんでした。
資産運用っていうのは時間かければかけるほどね、複利効果で資産が増えていくものなんで、仮に私が1歳の娘のNISA口座作って贈与税がかからない110万円を毎年年利 5% でこう追加投資し続ければ、もう20年間で3600万円程度非課税で贈与するできるっていうことになりますよね。だからこの要望はかなり熱いなと思ってたんですけども、記載がありませんでした。で最後、積立NISAでも投資信託以外を購入可能にということで、まあ現在ね、積立NISAは金融庁が定めた投資信託しか買えないと。確かにこれは投資初心者にとっては変な商品をね選ばなくて済むので、かなりいい制度なんですけども、これをね一般NISAと同様にいろんな商品を買えるようにするっていう要望だったんですけども、まあこれもね今回記載がなかったんですけども、まずはさっきも言った一般NISAと積立NISAのね使い分けについて決めてくれないと話にならないっていうことですよね。ということで、まあいろいろ話してきましたけども、結局今からできること何なのかあるのかっていうと、まあすでにNISAを活用している人は、まあ、これまで通り積立を継続しましょうっていうことですね。そして非課税枠が増えたとしたら、その枠をきっちり使い切れるように今からでも入金力を上げる準備をしておくことをお勧めします。せっかくね上限枠増えたんだったら、やっぱそれ全部使い切らないともったいないですからね。でNISAまだ始めてない人は少額からでもいいんで、もうできるだけ早く廃止するっていうことですね。NISAの高級化確定したらとか、もしくは実際に高級化されたらNISA始めようかなと思ってる人もいると思うんですけども、忘れちゃいけないのが現行のNISAのメリットたくさんありますから、迷っている方はもう一刻も早くNISAをね活用した方がいいかなと僕は思います。以上が今回のNISA拡充案の決定内容と私が不安に思っているポイントでした。最後にですね、私がお勧めする投資の勉強に役立つ無料書籍をね、4冊も紹介しちゃいます。最近ね、もう何十万も払って株のスクール通おうとかって思ってる人がいるらしくて、びっくりしてるんですけども、今ね、無料でも勉強できますから、こういう機会をね、活用していただきたいなと思います。まず1つ目がですね、死ぬ時に後悔しないための幸せなお金の貯め方、稼ぎ方、使い方っていう本ですね。現在1500円のところが無料になってます。こちらですね、もちろん長期投資のノウハウとか学ぶことができるんですけども、それ以前に知っておく必要がある人生を豊かに生きるためのお金に関する正しい知識を学ぶことができます。幸せなお金の使い方、お金を増やしていくための心構えとか行動ですね。まあ言うなればファイヤーを目指す上で必ず身につけておく必要があるポイントを知ることができるんです。特に6章と7章の書籍の中で紹介されているお金の貯め方、稼ぎ方、使い方を実践するために役立つ目標設定ノートの作成方法が記載されているんですけども、まあ、それ見るとですね、インプットだけで終わらずに済むんで非常にね参考になると思います。2冊目がビーコミさんの初めての資産運用ですね。こちら読むだけでですね、長期投資、高配当株投資について知ることができます。特に最後の章のですね、6つのタイプの人に向けてどういった資産運用していけばいいかっていう具体的なアドバイスをしている章、これも参考になるんでぜひね読んでみてください。3冊目もビーコミさんのデイトレ革命っていう本で、デイトレ興味ない方も読んだ方がいいですね。なぜなら注文の種類とか板の読み方とか銘柄の選び方とか株の基礎知識学ぶことができるんで、無料なんでねぜひね読んでみてください。で最後、完全版 NFT ガイドブックですね。 NFT とは何なのか、始め方、そして法律、税金といったところをね学ぶことができるんでおすすめです。4冊とも固定コメントと概要欄のリンクから簡単に入手できます。 PDFF 版は即日、書籍版は1ヶ月後程度に必ず送られてきます。メールアドレス登録後1本ね勧誘メールみたいなの来るんですけども、簡単に配信停止できてそれ以降来なくなるんで、ご気軽にねお申し込みください。キャンペーンが終われば有料に戻るんで、メルカリ等でね売ってしまっていいと思います。今日はそんな感じです。最後までありがとうございます。後半のファイヤーライフ Vlog ぜひね見てみてください。面白いです。それではさよなら。何してるの、スーツケースの中で。わあ、すごい天気だ。あっちどうも元気です。私は先日ファイヤーを達成して、現在はベトナムダナンでプチ移住中の一般男性でございます。今日はですね、ダナンの海沿いにあるサニーオーシャンホテルというところにいるんですが、朝食のビュッフェはですね、まあ、昨日と一緒だろうと思って取らなかったんですよ。ただ昨日とメニューが結構異なりまして、なんと胸肉を使った料理があったんですよ。
ということで、ここぞとばかりにめちゃくちゃ食べました。あとはなんか平たくした米の麺がありまして、それをねタレにつけて食べるみたいなのもあって、それが結構美味しくて、ということで今日は非常に低脂質高タンパクの朝ごはんを実現できましたね。ベトナムは非常に筋トレしてる人に優しい国です、本当に。で、あとはうたちゃん果物本当に好きでよく食べますね。ねえうたちゃん、いっぱい食べるね。お腹いっぱいになった？スタッフさんにもねすごい可愛がられます、毎回朝ごはんの時ね。ねえ可愛いでちゅね。プロテイン飲むんだよね。12時になりました。チェックアウトの時間です。今日でこのホテルとはおさらばです。いいホテルでした。サニーオーシャンホテル。狭い部屋だったら3000円ですから。私たちは広い部屋にしたけど、それでも6000円ね。超安い。まあ海沿いなんで、あんまり近くに有名どころはないですけど、お店。タクシーで10分ぐらい走らせれば、いろんなとこありますし。店員さんじゃない、スタッフみんなフレンドリーで最高です。で、これから川沿いのホテル行くかと思いきや、また海沿いです。もうちょっと北に行ったところにあるホテルで、ここよりちょっといいホテルですね。割と新しいみたいで。まあ部屋はここよりは狭いと思いますけど、まあ楽しみですね。うん。行ってきます。うたちゃんも今起きました。お腹いっぱいになって眠くなったんでしょう。わかりやすい赤ちゃんめ。わかりやすい赤ちゃんめ。ここに立ってるセキュリティのお兄さんですね。昨日か一昨日かな、ホテルの前に G がね2匹死んでたんですよ。ひっくり返したの、ね、ひっくり返ってピクピクしてたよね。そう、それをね素手でピュッとつまんでポイって捨ててましたよ。拍手喝采です。めちゃくちゃいい天気だな。もうここに来るまでハワイかと思いました。ね、ハワイと何が違うんでしょう。ウェルカムドリンク来ました。飲んでみましょう。あ、なんだろうこれ、美味しいフルーツジュース。何か分かりませんけど美味しいですね。シークワーサーじゃね。シークワーサージュース、ちょっとなんか酸味が抑えられた飲みも美味しいです。ロビーがおしゃれですね。本当だね、ちょっと行った感じが高級感が溢れてます。溢れてる。部屋25階だって。すごい景色良さそう、ね、そんな高いんだね。12時50分なんでお昼です。またベトナム料理続いたんでね、今回はウエスタン料理的なハンバーガーです。有名なハンバーガー屋さんですね。なんか日本人経営してるみたい。バーガーブロスです。行ってみましょう。口コミがめちゃくちゃいいんですよ。美味しいらしいですよ。どこでも可愛がられますね、あなたは。お父さんはいいね。お父さん何も可愛がられないけど。お父さんは。Does that have an burger? Yeah. With combo. セットいらないんで、やっぱハンバーガー単品2つってのがやっぱりバーガー屋さんの頼み方ですよね。そうなの？うん。ポテトいらないじゃないですか。いるよ。ポテトも評判いいらしいですよ。うん。ただ僕ポテトいらないんでバーガー2個っすね。ハンバーガーいい子ですね。
ちゃう？ポイントなんだっけ？ベーコンエッグと。ベーコンエッグと照り焼きにしたかも。はい。っていうか結構分厚いね。で大きそう。お腹いっぱいになりそう。2個食べれる。肉肉しいね。奥行きを感じるね。魂が入ってる。深みとか。奥行き。魂。魂が入ってる。照り焼きもちょっと食べてみる。照り焼きパテがでかい。分厚いジューシー。噛んだ瞬間肉汁がもう口の中にジュワッと溢れて、このピンクのソース、オーロラソースみたいな、これがまたうまい。美味しそう。ポテトがサクサクですね。うまい。びっくりした。カロリー高そうなポテトです。間違いない。アボカド、あ、すごい。オーロラソースたっぷりだね。たっぷりだ。最高。見た目がもうすごいね。絶対うまいじゃん。いただきます。うん、うまいっしょ。うん、めちゃくちゃおいしいね。ソースおいしいね。え、わかる。さすがにね、ハンバーガー2個食べるもんじゃないかもしれない。最初と言ってることが全然違う。いやでもね、大抵のハンバーガーで1個じゃ満足いかないでしょ。それを満足いくまで食べきれた時の、あのこの感動はすごいよね。満足感がある、ね、満足感すごい。めちゃくちゃ美味しかったです。ただね、2人で会計4000いっちゃいました。あ、だから T シャツ買ったからね。そうだ、そう、俺店のオリジナル T シャツ買っちゃったんですよ。ボロスって書いてる。はいはい。30万ドル、それがほとんどだ。半分それだ。半分それだ。だから普通は2000円だよね。安いね。でも安い。そう考えたら安い。あの大きいハンバーガーで一人飲み物がついたりしたら、安い。皆さんおすすめです。ハンバーガーブロス。超美味しかった。で、うたちゃんめちゃくちゃ可愛がってもらいました。これでも買ってくらい可愛がってくれたね。ただうたちゃんはね、シュンとしてました。そう、うたちゃん、かまわれた瞬間に笑顔をなくす。人見知りがね、発動してますね。とりあえず近くになんか有名なカフェがあるんで、そこ向かいます。ちょっと休憩しますね。逆でした。ありがたいことにダナン来てからもう毎日快晴ですよ。本当だね。あっちあっち、昼間はね、もうビーチ行けたもんじゃないよ。暑くて、暑すぎてね、うん、大人だけだったらいけるけど、ちょっとうだちゃんが危ないんでね。危ないよ、うん、熱中症になっちゃう。今日は、まあ、ホテルでプールとかあるんで、今日こそはプールでちょっとのんびりしたいなと思います。スペース A だ。めちゃくちゃ綺麗ですね、部屋が。ホテル自体がもう綺麗。めちゃくちゃ綺麗。サービスもすごい行き渡っていて、ベビーベッドもなんか、お姫様ベッド、虫が入ってこないような仕様に。あ、バルコニーも。シティビューだよ。この前はオーシャンビュー。オーシャンビューだったけど、今回はシティビューや。これあっち側がじゃあ川なの。いいね。そうだね、そうだね。トイレ綺麗。わあ、シャワー丸見え。画面熱中です。いっぱい遊んだもんね。めっちゃおしゃれ、開放的。わあ、超オーシャンビュー、めっちゃいいじゃん。こっちは建築中なんだ。新しいホテルでもできるんかな。あ、キッズルームこれか。ジムはこれか。さすが綺麗なホテルだけあってジムが広いですね。いろんな器具揃ってますわ。最高。そういえばさっき入ったスペース A っていうカフェなんですけど、あそこコワーキングエリアで3時間で5万5000ドンとか、まあ数百円なんですけど、
めちゃくちゃ安いとこだったんですよ。驚いたのはそこじゃなくて、店内で会話してたらいきなり日本人のお兄さん話しかけてきて、実はオーナーなんですよということで、拠点は東京にあるらしくて、そちらでビジネスやってるらしいんですけど、まあベトナムでコワーキングスペースも経営してるらしいんですよね。面白い話聞けましたね、いろいろ。楽しかったです。トラベラーズステーションってコンセプトやってやってて、中長期の旅行者とかワーケーションとかノマドワーカーの人が情報と働く場所とコミュニティを一箇所で出会えるみたいな。なんでダナンにしようと思ったんですか？いろいろやる前に候補地はあったんですけど、そのコンセプト的に合ってたっていうのと、ちょうどその頃伸び始めてたんですね。ダナン流行りそうですよね今。ね、ハワイとかめちゃくちゃ高いじゃないですか。はい、でも同じような風景で、そうですね、めちゃくちゃ安いんで、まあ、でも土地は15年前300万のが今1億ぐらいですね。あんま世田谷と変わんないです。住んでるのは今ダナンで、いやこっちは今あの月1回出張してます。あ、そうなんですね。で拠点は日本みたいな。そうですね、日本で、まあ、小さい会社やってるので。それは、あ、そういうことですか。まさかね、ああいう出会いがあると思ってなかったですよ。とても親切なお兄さんで、僕が近くでお水買えるとこあるかって聞いたら、自分のバイクで僕を乗せてくれましたね。いや、めっちゃいい体験できました。ありがとうございます。東南アジアって言ったらバイクなんで、改めて東南アジアを経験できたという感じがしてよかったですね。やっぱベトナムって歩くの大変なんですよ。歩道があんまり舗装されてなかったりして。バイクが優先の国なんでね。バイクあると非常に便利ですわ。こっちの人、なんで3人乗りとか4人乗り、子供乗せてやってんのかなと思ったら、子供はね、カウントされないみたいで。面白いルールですよね。いや、僕もね、家族じゃなくて一人で来てたらもう確実にバイクレンタルしてやってましたわ。やっぱグラブね、安いとはいえチリツモ的な感じでどんどんね値段高くなっちゃうんで、っていう感じでいい出会いでしたね。本当に良かったです。ダナンに来て3日目。ちょっと音楽がうるさいですが、初めてビーチに降り立ちました。今は6時半ですね。ちょっとビーチ歩こうと思います。まだお腹空かないんですよ。やっぱハンバーガー効いてますよ。結局今日プール行くとか言って行ってません。そう、明日行きます。タちゃんもお昼寝してたし、レンちゃんもお昼寝してたし、20分だ。なんでわざわざ言ったんだ。涼しいですね。なんかあそこ寝てる人もいます。倒れてる。やっぱダナンのビーチは静かで綺麗ですよ。行きましょう。お気に入りのご様子。裸足だ。気持ちいいですな。やるね。ママ裸足だよ。ほら。足跡つくよ。本当だ。ちゃんも可愛い。追跡されちゃう。誰の足跡だ？今日バイク乗ってから本当にバイク借りたくてしょうがなくなりましたね。めちゃくちゃ快適だよ。Google マップで徒歩10分って書いてあると、東京だったらね、まあ歩けるよ。でもベトナムは無理、歩けません。道がないんですもん。ただバイクだったらもう快適に一瞬、しかも多分1日レンタルしても数百円ってレベルだと俺は思ってるから、もしも一人で来てる人とかだったら、カップルとかだったら確実に借りた方がいいですね。確かに、毎回クラブじゃね。逃げた。逃げた。成長しましたね。乾杯。
結局ね、昨日行ったミークワンバムーワの、また来た、いや同じミークワンバムーワっていうチェーン店の違う店に来ました。うん、のりちゃんはね、カオラウっていう、まあ似たようなものを頼みましたね。これはラルー、ラウル、ラ、あ、やべえ、最初に飲んだビールだな、読み方忘れちゃった。2万ドンなんで、150円ぐらいか。こちらがカオラウですね。カウラウ、カオラウ、カオラウ、まあ、どっちでもベトナムのチューブで人気なみたいですね。ミートワンとしてちょっと作り方が若干違うらしい。麺がちょっと違う、あ、うどんみたい、美味しい、うまい、うん、あったかい、あったかいの、うん、美味しい、うん、美味しい、野菜がもう入ってる中に。あ、そうなんだ。昨日はね、野菜もりもり自分で入れたんだけどね、そこも違うなのかもな。あったかい、ちゃんと、私も今カオラ食べました。めちゃくちゃうまいですね、うん、本当にね、パッと見これうどんよ、うどん、うどんで、中に昨日の野菜が入っててね、味付けも本当に日本人好み、日本人好きかもしれない、これはおすすめですね。エモイ、エモイ、ティンティン。現在10時です。コンビニでビール買いました。のりちゃんと飲みます。お揃いです。お揃いです。ここ25階なんでね、さすがに夜景が綺麗です。いまだになんかね、音楽やってんのか知らんけど、カラオケみたいなのが聞こえます。ね、日本でいうスナックとかから聞こえるカラオケみたいな感じで聞こえます。漏れ出てくる音楽みたいな。そうそう。早く静まるといいんですけどね。ということで、今日もね、充実した一日でした。いろいろやりましたね。ちょっと何やったか思い出せないですけど。また忘れた。また忘れた。いろいろやりすぎて忘れました。昼何食べたっけ？お昼はね、ハンバーガーだ。ハンバーガーめちゃくちゃ食べたんだ。美味しかった、うん、美味しかった。次行ったカフェはね、日本人が経営してて、いろいろちょっと親切にしてもらいましたね。バイクも乗りましたと。もういろいろやってますね、今日。ダナン最高です。どんどん好きになってきます。こんな感じの Vlog まだ続くんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日はそんな感じです。それではさよなら。夜景映さないんだ。